スズメの減少、スズメの生態と保護してはいけない残酷な理由とは。夕立や草場をつかむ村スズメと江戸時代の俳人である与謝蕪村が読んだように、スズメは昔から私たちの周りに生息している非常に馴染みのある鳥です。しかしスズメの生態についてよく知らないという方も多いのではないでしょうか。今回の動画ではスズメの生態や種類、さらには歴史的な関わりについてご紹介していきます。是非最後までお付き合いください。スズメの生態、まずは生態についてご説明していきます。なお、ここで指すスズメは日本にいるスズメ、学名パッセルモンタヌスのことを指します。スズメはスズメ目スズメ科の小鳥です。体の特徴、スズメの全長は約 14cm で、広げた翼の長さは約 23cm です。くちばしは分厚く、草の種を食べるのに適している形をしています。幼鳥のくちばしは黄色ですが、成長すると黒になります。首から背中にかけては茶色で、前面は白色です。頭部は背中よりも赤みがかった茶色で、首と背中に白い線があります。生息地、生息域はかなり広く、世界的にはユーラシア大陸の広い範囲に分布しています。しかしインドではほとんど見かけないようです。日本では小笠原諸島を除く全国に分布しています。都市部、住宅地、農村部などさまざまな場所で見ることができます。スズメは冬になっても暖かい場所に渡らずに残っていると考えられていましたが、近年冬に繁殖地から長距離を移動して餌を求める個体もいることが分かったようです。例えば新潟県のスズメは愛知県や岡山県、関東などに移動することがあるようです。スズメの巣、スズメは警戒心が強く、外から見つかりにくい場所に巣を作ります。他の動物が近づけない隙間や洞窟に巣を作ることが多く、都市部では電柱の裏や換気扇のフードなど体の小ささを生かして巣を作るようです。巣作りは繁殖期の3月から8月に最も活発に行われるため、注意深く見回せば巣が見つかるかもしれません。巣の材料には藁や茎、長い草などが使われます。粗い材料でしっかりとした土台を形成し、体に接する内側は柔らかい材料で埋めるようです。巣はティーカップほどの大きさです。他の鳥はもっと大きな巣を作りますが、スズメの巣はだいたい狭いようです。食事、雑食性でほとんど何でも食べますが、好物は稲類の仲間です。スズメは田んぼに現れると厄介で、夏から秋にかけて稲を荒らすことがあります。しかし稲を荒らす害虫を食べることもあります。都市部では生ゴミやパンくず、人間のお菓子などを餌にしていることが多いです。しかし天敵であるカラスがゴミ捨て場によくいるため、ゴミを漁っている姿は珍しいです。性格、スズメは小さくて攻撃的でないため、争いを好みません。またスズメは人間にとって身近な鳥ですが、人間によって攻撃されてきました。スズメに近づく時には彼らの警戒心をなくすことが大切ですが、日本では人を見ると逃げてしまうことが多いようです。しかし例えばロンドンのハイドパークやパリのモンマルトルでは、人を見かけると近寄ってくるようです。これは人がパンやパンくず、食べ物をポケットに入れていることをスズメが知っているからです。名前の由来、奈良時代からスズメはスズメ、スズミと呼ばれていました。その語源についての定説はありませんが、2つの説が有力です。1つ目はスズメの鳴き声に着目したものです。チュンチュンチュンと鳴く音をスズと聞き、その後に目をつけたという説です。2つ目は小さなものを意味する笹がスズに変化し、スズメになったという説です。その他の特徴、寿命は約2年ですが、調査が困難なため確実なことは分かっていません。野生では約6年、飼育下では約15年生きるという説もあります。地上では小鳥に特徴的な両足を揃えるホッピングという歩行をします。またスズメは水浴びと砂浴びを同時に行う珍しい鳥です。その他のスズメの種類、スズメ目スズメ科は26種に分類され、世界中に広く分布しています。このうち日本には主に先ほどご紹介したスズメと入内スズメの2種が存在しています。ここでは入内スズメを含めた5種類のスズメについて紹介していきます。入内スズメ、まず最初にご紹介するのは入内スズメです。生息地、人口密集地の近くに住むスズメとは異なり、入内スズメは自然に近い森林や里山に好んで巣を作ります。また夏に北日本で繁殖し、冬は暖かい地域に移動して過ごす渡り鳥であるため、見られる機会は限られています。冬は西日本の積雪のない中部よりも南の農地や水田で巣を作ります。5月から7月にかけて4個から6個の卵を産みます。繁殖期以外は数十から数百の群れで見られることが多いです。少数であればスズメの群れに混じって忍び込むこともあるようです。体の特徴、全長は 14cm で体重は 15g から 25g です。オスとメスで体の色が異なります。オスはスズメより明るい栗色の頭と背中が特徴的です。メスは薄い茶色で額に太くて目立つ黄土色の斑点があります。オスはスズメに似ていますが、スズメより頭や背中が茶色く、頬に黒っぽい斑点はありません。食性、雑食性で主に穀物、草の種子、昆虫、クモなどを食べます。名前の由来、入内スズメの名前の由来にはいくつかの説があります。ここでは代表的な3つの説を紹介します。1つ目、スズメは頬に黒い斑点がありますが、入内スズメにはありません。よってほくろの古名であるニフがないことからニフ内となったという説。2つ目、収穫したての新米や穀物で作った食事や酒を味わうことをニーナメと言います。入内スズメが人よりも先に新米を食べるということからニーナメスズメとなり、それがなまって入内スズメとなった説。3つ目、平安時代の貴族が恨みからスズメに化けて宮中に入り、納められていた米を食い尽くしたことから宮中に入るスズメ、つまり入内スズメとなり、そこから入内スズメとなった説。イエスズメ。次に紹介するのはイエスズメです。生息地、イエスズメは最初ユーラシア大陸やアフリカ大陸に生息していましたが、その後各地に広がり世界中に広く普及しました。現在では南極大陸を除く全ての大陸に生息し、世界で最も広範囲に生息する鳥と言われています。日本でも北海道の一部の島々に生息しています。イエスズメは草原や茂み、人家の周りで見ることができます。体の特徴、全長は 15cm ほどです。羽の色はオスとメスで異なります。オスはスズメに似ていますが、頭には帽子をかぶったような灰色の部分があり、頬に黒い斑点はありません。メスや幼鳥は薄茶色でカナリアに似た見た目をしています。特徴的なのは目の上に眉毛の模様があることです。スズメと同様、幼鳥のくちばしは黄色、成長は黒です。鳴き声はスズメの鳴き声に似ています。食性、イエスズメもスズメと同様に植物の種子を主食とする鳥でした。しかし生息地が人間の居住区に近くなるにつれて、昆虫や果物、さらには人間が捨てた生ゴミなどさまざまなものを食べるようになりました。雑食性でさまざまな環境に適応できることから多くの国に広がり、今では非常に厳しい環境でも生活できるようになりました。ウタスズメ。次に紹介するのはウタスズメです。生息地、ウタスズメは主に北アメリカで比較的よく見かけられるスズメです。人里に近い場所と遠い場所の両方の低木の生息地でよく見られます。特に野原の端や水辺を好んで生息するようです。体の特徴、丸みを帯びた長い尾や胸にある斑点などが特徴的です。全体的に灰色と褐色の粗い模様があり、翼と尾は赤みを帯びた褐色です。地域によって色が異なり、アメリカ南西部では比較的淡いサビ色、カリフォルニア州では黒い縞模様、太平洋岸北西部では全体的に薄暗い色をしています。ホオジロと非常に見た目が似ていますが、体長は 11cm から 18cm と日本のスズメよりも大きいようです。またウタスズメの鳴き声はとても特徴的です。クサチヒメドリ。次に紹介するのはクサチヒメドリです。生息地、クサチヒメドリは開けた場所を好みます。北アメリカ北部のツンドラ地帯から草原、湿地、農地など草木の少ない場所で繁殖することが多いようです。また冬でも開けた場所の地面や低い植生の中にいることが多く、農場に隣接した道路の端にもよく生息しています。生息地の移動の際には大きな群れを作ることがあります。体の特徴、クサチヒメドリは上が褐色をしており、下が白色です。全体に鮮明な縞模様があります。体の他の部分の縞模様の強さ、色、太さ、広がりなどは地域によって異なります。特徴的なのは目の上と前にある黄色い斑点です。クサチヒメドリは中型のスズメで、尾は短くふっくらとした体であるため頭が小さく見えます。種子を食べるためくちばしは太くなっています。食性、地面やその近くにある種子をよく食べるようです。ゴマフスズメ。最後に紹介するのはゴマフスズメです。生息地、ゴマフスズメは針葉樹林や山地の低木林で生息しています。冬は低木林に生息し、餌箱などの下で暮らしている姿がよく目撃されるようです。多くの時間を地上で過ごしています。また他のスズメと一緒に行動することも多いです。春から夏にかけて低木や林の中から口笛のような鳴き声が聞こえるようです。体の特徴、ゴマフスズメは大型で丸い体型のスズメです。くちばしは太くて尾は中くらいの長さです。胸や脇腹に太い三角形や矢の形の斑点などがあります。くちばしの色は上側は黒っぽく下側は黄色です。地域差が大きいですが、頭部はサビ色と灰色が混ざった褐色で、脇腹と胸の中心部には褐色の斑点が多く見られます。食性、ゴマフスズメは丈夫な足で葉のくずを蹴散らして昆虫や種子を探します。スズメが人里を好きな理由、人里離れた自然豊かな山間部ではスズメの姿はまず見られません。もしスズメを見かけたら必ず近くに集落があります。かつて人が住んでいたとしても集落を出て行ってしまえばスズメもいなくなります。なぜスズメは人里が好きなのでしょうか。その理由の一つはスズメが人間の耕した田んぼの虫や植物を食べるためです。つまりそれらの餌を取るためには草むらの森よりも人のそばの方が便利なのです。また天敵から身を守るために人の近くにいるという理由もあります。例えばカラスはスズメの天敵です。カラスはスズメの卵やヒナ、時には成鳥も食べるようです。このカラスから身を守るにはカラスを追い払う人の近くにいるのが一番安全です。またカラスだけでなく猫も天敵であるようです。しかし最近家で飼われている猫はスズメやネズミを取らないようです。よって猫といっても野良猫が主にスズメの脅威となるようです。スズメは人間にとって益鳥、害鳥。秋になると田んぼにスズメが群がる姿を見ることができます。特に稲の成熟期や収穫前に稲をつついて農家にとって害鳥になると言われています。秋は稲の生育にとっても大切な時期である一方、スズメがヒナを育てる時期でもあります。スズメの親は田んぼからナメクジやゾウムシ、バッタ、ミールワーム、イナゴなどの子どもの成長に有効な動物性タンパク質を取ってきます。しかし田んぼにおいてこれらの昆虫は農作物に被害を与えるようです。中国で起こった話を紹介します。1950年代、中国は田んぼからスズメがいなくなれば米がたくさん収穫できると考えて、毛沢東が主導してスズメをたくさん殺しました。しかしその結果、秋には全く米が収穫できず不作になってしまいました。これはスズメがいなくなったことで稲に深刻な被害を与える昆虫が劇的に増加したためと考えられています。これによって起こった生態学的な不均衡は同じく大躍進政策によって引き起こされ、中国国民の1500万人から4500万人が飢餓で亡くなった大飢饉をさらに悪化させたと考えられています。この事件の後、スズメは捕獲の対象から外されました。またドイツにも有名なスズメのエピソードがあります。フリードリヒ大王はさくらんぼを愛していましたが、スズメによく食べられてしまったのでスズメを駆除するように命じました。しかしその結果、害虫が大量に発生してさくらんぼの木が枯れてしまいました。大王は自分の過ちに気づきスズメを守るようになったと言われています。これらのことからスズメは益鳥と言えるでしょう。スズメが近年減っている理由、身近な鳥という印象のスズメですが、近年その数は減少しています。一説によるとスズメの生息数は近年の約20年間で3割から4割減少しているようです。また1960年代に比べると 10% ほどにまで減っているとの調査もあります。とはいえ個体数が多いので緊急に保護する必要はないですが、生態系のバランスが崩れる可能性があるようです。数が減少した最大の原因として考えられるのは人間の開発による環境の変化です。スズメは身を隠せる隙間を好み、かつては民家のかやぶき屋根によく巣を作っていました。しかし近年はひび割れのない平らな建物や鉄筋コンクリート作りが増え、スズメが巣を作る場所がなくなってしまいました。また道路工事により生きた餌が少なくなり、ヒナの繁殖や越冬も難しくなりました。真偽が定かではありませんが、携帯電話の電波や地上デジタル波によって鳥が減ったという説もあります。鳥は長距離を飛行するために脳内で電磁波をキャッチしながら方向を探知していると言われています。実際に関東地方でスズメが減っていった時期と携帯電話の普及率が増加していった時期は一致しており、両者の増減グラフは反比例を記録しています。デジタル化はスズメを都市部から追放してしまったのでしょうか。ちなみに日本だけでなくイギリスのイエスズメの数はこの15年で 90% 減ったそうです。同様なパターンはヨーロッパ全体でも見られ、ハンブルグでは過去30年に 50% のイエスズメが消え、プラハでは 60% も減ったそうです。スズメを安易に保護してはいけない理由、スズメは人気の高い鳥ですが、野生の個体を捕獲して飼育することは鳥獣保護管理法で禁止されています。スズメだけでなく、鳥獣保護管理法は原則として野生の鳥と哺乳類を捕まえることを禁止しています。違反した場合の罰則は、許可なく野生鳥獣を捕獲等した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。第83条、違法に捕まえた野生鳥獣を飼育、販売、譲渡、譲り受け、加工した場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。第84条となっています。この法律の目的について触れておきます。鳥獣の勝手な飼育や捕獲は、生態系のバランスが崩れる危険性があるのです。例えば、勝手な飼育の結果、その鳥獣の餌になる生物が増殖しすぎてしまったり、ペットとして人気が出た結果、乱獲され絶滅に追い込まれたりしてしまいます。しかし、弱っているスズメを見つけてそのままにしておくのも辛いですよね。狩猟免許を取得し、網などでスズメを捕獲し、使用の登録をして都道府県知事などから使用許可が出れば飼うことが可能です。傷ついたスズメなどを保護し、それを愛玩目的で飼い続けるためには都道府県知事などの使用許可が必要ですが、各自治体によって対応にばらつきがあるようです。ここでスズメを保護する際の注意点をいくつか挙げておきます。まず、保護するスズメがヒナである場合です。鳥は親から飛ぶことや餌の探し方を学びます。よってこれらの能力が備わらないうちに保護すると、野生に戻しても自力で生きていけなくなります。保護する前に近くに巣や親鳥がいないか探しましょう。成長の保護の必要性は、その鳥の様子を見て決めましょう。もともと警戒心の強い鳥であるため、人が近づくと逃げようとします。スズメがこれらの素振りを示した場合、保護はほとんど必要ありません。近づいても逃げようとしない、または飛ぼうとしない場合は、おそらく非常に弱っているため保護する必要があります。日本文化とスズメ。昔の人々とスズメ。平安時代の枕草子や源氏物語にはスズメを飼っていたことが書かれています。清少納言は何よりも楽しみなこととして、よく文頭にスズメの子飼い、つまりスズメを飼うことと書いています。江戸時代の歌人小林一茶の俳句にもスズメを飼っていたことが書かれていることから、古来よりスズメは一般的に飼われていたようです。スズメを飼ったことがある人からは、スズメは非常に人懐っこく頭も良いという話がよく出るようです。また、人間の言葉を覚えることも稀にあるようです。このような高い知能から、スズメは人間の芸に使われることもあったようです。文学。スズメはさまざまな文学作品、物語、またことわざや慣用句でもよく出てきます。物語、舌切りスズメや腰折れスズメなどの民話が有名です。どちらの話も、怪我をしたスズメをおじいさんとおばあさんが拾ってくるところから始まります。そしてどちらも欲を持ってスズメを攻撃した人がスズメに仕返しをされるという結末の話です。俳句。スズメの子という言葉は春の季語になっています。スズメのヒナが3月から4月頃、つまり春に生まれることから春の季語となっています。この季語を使った俳句には、小林一茶の「スズメの子そこのけそこのけ大馬が通る」という有名なものがあります。ことわざ、慣用句、スズメの小踊り。これはあまり聞きなじみがないかもしれません。踊りたくなるほど喜ぶことの例えとして用いられます。スズメはぴょんぴょんと跳ねるように移動します。それが踊っているように見えることから言われるようになった慣用句です。スズメ100まで踊り忘れず。スズメは生まれてから死ぬまで小踊りするように飛び跳ねることをやめません。そのことから、人もギャンブル癖や浮気癖などの悪い癖は死ぬまで抜けることがないということを揶揄しています。ネガティブな意味合いとして用いられることわざです。スズメの涙。これは誰でも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。スズメはとても小さな鳥です。そのスズメの目から流れる涙は、本当に取るに足らないくらいのわずかな量です。そのことから、ほんのわずかなことを示す言葉として用いられるようになりました。神聖視。昔の日本ではスズメが神聖視されて、縁起の良い鳥とされていました。まれにスズメは突然変異によって羽に色素がない白いスズメが生まれることがあります。よって古くから蘇我馬子をスズメに例えることや、聖武天皇や桓武天皇に白いスズメを贈ったようです。伏見稲荷とスズメ。伏見稲荷は JR 奈良線稲荷駅から徒歩5分ほどの場所に位置しています。神社の近くには、稲荷寿司の店や狐の顔をした稲荷せんべいを売る店などがあります。稲荷駅から本殿に続く道は表参道ですが、この道には露店はないようで、屋台の多くは伏見稲荷駅から続く裏参道にあります。大正12年創業のお食事処稲福は、裏参道の中で稲荷大社から一番近いお店です。伏見稲荷の近くにはスズメを出す店が3軒ありますが、稲福は特徴的で店の目の前でスズメを焼いています。店にはスズメの他にも大小2種類のうずらもあります。大サイズは身が大きく丈夫な骨が入っていますが、小サイズは骨も含めて丸ごと食べられます。スズメは数に限りがあるため料理は店内でしか提供されません。うずらに比べて頭部が比較的大きく見える形をしています。スズメは特別な場で提供される程度で毎日食べるものではないようです。しかし昔は貴重なタンパク源として食べられていたのかもしれません。現在では数量限定で多い時には1シーズンで3万羽ほど販売されています。しかし中国産スズメの輸出禁止に伴い、現在は日本の国産スズメのみを取り扱っているため提供できる数が限られているようです。スズメを狩ることができるのは11月15日から2月15日までの3ヶ月間だけです。これらの屋台は香川、京都、長野、新潟などに常時待機しているハンターと契約していて、必要な時に注文しているようです。スズメを食べるようになったきっかけは諸説あります。現在では伏見稲荷は商売繁盛の神として知られていますが、もともとは五穀豊穣の神であったようです。よって穀物を食べるスズメを退治するためにスズメを食べるようになったという説が有力です。他にもお供えとしてスズメを食べていたという説があります。漁師が魚を神に捧げ、農民が米や酒を神に捧げているように、漁師も野鳥や水鳥をお供えします。お供えをした後はお下がりを分け合うため、昔の人々はお供えのスズメをお下がりとして食べていたのかもしれません。ここまでスズメの生態についてご紹介しました。スズメは昔から日本だけでなく世界中で人々と関わっており、また種類によって体の特徴や生息地などが異なるというとても興味深い鳥類です。今後私たち人間はこれ以上スズメの生息数を減らさないようにできることがあるのかを考えていく必要がありそうです。今回の動画は以上になります。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると動画作成の励みになります。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。